車両が停車しているのが2.3番線。車両が停車していない右側のホームが、臨時ホームの1番線である。西武園競輪場への最寄りとなる北口西武園、競輪場西武園駅は、東京都東村山下真子町4丁目にある、西武鉄道西武園線の駅。駅番号は、SK06。当駅のすぐ北側は、埼玉県所沢市である。当初は、 現在の新宿線の一部である村山線の駅として開業した。同線は東村山駅から現在の西部沿線のルートを通り、現在路線が北へ向きを変えるところから直進して、現在の玉子駅近くにあった村山貯水地駅へと向かっており、当駅は隣接する埼玉県所沢市に開設された。 村山競輪場の観客輸送のために1950年5月23日に開業した支線の終着駅であった。当初は競輪開催時のみ営業する臨時駅であったが、当時西部が進めていた東村山文化園構想にとって、当駅が重要な駅とみなされるようになったこと、従来の終点である村山貯水池駅を維持するのは駅が多すぎて、 不合理であること。本線と支線の分岐を司る野口信号所が、当駅営業時に列車をさばききれず、機能不全を起こしたこと。村山貯水池駅の地元需要が少なかったことから、村山貯水池駅を当駅に統合することが決定され、1951年3月1日に統合、同時に、村山貯水池駅と野口信号所 村山貯水池駅間が廃止されて、東村山駅西武園駅間が本線となり、東駅も常設駅となった。1952年3月25日からは、線路名称改正によって、西武園線の駅となった。以後、西武園遊園茶、西武園競輪場の最寄り駅として機能し、近年では、 精神してきた所沢市の分譲住宅地、松ヶ丘への足としても利用されている。当駅と村山貯水池駅とは、わずかな間であるが、互いに独立した駅として営業したことがあり、書類上も別駅扱いであるが、現在では同一視して、当駅の前進駅とされている。以下の年表はそれを考慮したものである。 単式一面一線と島式一面二線のホームを合わせ持つ地上駅で橋上駅舎を持つ。通常を使われるのは島式ホームの部分で単式ホームは臨時ホームとなっている。トイレは改札を出て右側にあるが臨時改札の使用時は改札内になる。誰でもおトイレを併設している。夜間は駅員無配置。 新宿線への直通列車は2011年12月24日の東村山駅構内での事故を受け同月30日より運転中止となり、翌2012年6月30日のダイヤ改正で設定が中止されている。西武沿線のラインカラーも2013年3月16日改正に合わせて新宿線系統のブルーカラー。 国分寺線系統のグリーンへ変更されている。2020年度の1日平均の乗降人員は2537人であり、西武鉄道全92駅中81位。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は下記の通り。当駅は西武園競輪場と西武園ゴルフ場の最寄り駅である。かつては近接して、 西武園遊園地東口が存在したが、リニューアル工事に伴い2020年10月31日をもって閉鎖された。リニューアル後の同園入園口は1カ所に集約されたため、露呈で1キロメートル以上離れることとなり、当駅からのアクセスは不便となっている。当駅は東京都にあるが、駅のすぐ北側に都県境があり、西武園は埼玉県にある。 駅名の由来については不明な点が多い。西武園競輪場を含む各施設を総称した西武園の名にちなむと解釈するのが妥当なところであるが、駅の開業時にはこの一帯は東村山文化園を称し、競輪場も村山競輪場を名乗っていて、西武園の名はどこにもなかった。当駅以外で、 西武園の名が登場するのは1951年に一体が西武園、1954年に競輪場が西武園競輪場と解消されて以降のことでなぜ駅のみ先行して西武園とされたのかは明らかでない。ただし公文書などによると西武は当駅の設置申請書の中で西武園競輪場の名称を使用したり競輪自体を 西武園競輪の名前で開催しようとしたりしている。しかし、実際には、文書の中で、西武園競輪場を用いたのは、申請側の西武だけで、認可側にあたる、運輸省の東京陸運局は認可場の中で、埼玉県営競輪場と呼称して事実上無視し、西武園競輪は主催である、埼玉県の反対に、西武が折れ、村山競輪に変更となっている。 これらの事情が、どこまで当駅の名前と関係があるかはつまびらかでは、ないが、当駅の開業前後に、西部が駅名以外で、西部園を使用することに対し、周囲からの理解や合意を得られなかった事実は、注目に値する。ありがとうございます。